時あたかも大東亜戦争下、ひとしお意義深き双十節を迎えた国民政府では、10月10日、中国革命の父、孫文の像映える大礼堂に、盛大な記念式典を挙行しました。王主席立って一条の演説を試み、新中国建設、孫文の偉業達成の道はただ一つ、明報日本に協力、大東亜解放の大業完遂あるのみと力強く初心を披きしました。続いて新中国国軍の異様を示す閲兵式は、秋晴れの南京省営連兵場に堂々と繰り広げられました。新中国国軍の発展を心から願い、我が国より譲渡された軽戦車飛行機は、晴天白日の印も鮮やかにこの分列式に参加。空陸一帯の正義は伸びゆく中華民国のたくましい姿を余すところなく示しました。